福山雅治、湯川、柴咲コウ、打つ、ガリレオが再始動、沈黙のパレード映画化、ガリレオの映画化第3弾、沈黙のパレードの制作がこのほど決定、福山雅治、そして柴咲コウ、北村の出演も明らかになったと。キャストには再び不可思議な事件を科学的な検証と推理で見事解決していく、天才物理学者を湯川学を福山さん、警視庁捜査一課の刑事内海薫を柴咲さん、そしてね、草薙俊平を北村さんが演じスクリーンに戻ってくるということ。本作ではかつて草薙が担当した少女殺害事件で無罪となった男が新たな事件で容疑者として浮かび上がってくることから物語がスタート。アメリカから帰国し教授となっているかは教授となったんですね。准教授から教授となったと。これはね、嬉しいニュース。草薙のさりげない友情と絆。これはね、これまでもありましたが、湯川と内海の性格が全く違うことで、際立つ、ね、コミカルなやりとりも見どころの一つとなっているということで、これはね、第1回のガリレオでね、見られたエピソードも、改めてね、9年ぶりのガリレオで見れるんじゃないかということになっております。映画決定に福山さんは、福山個人としては草薙と薫に会えるのをずっと心待ちにしていました。しかし湯川としては、でっかいな2人と再会したなと思っているかと、自身と湯川の心境を語り、僕も湯川と共に今作の映画における極上のエンターテインメントを探求していると思いますとコメント。柴咲さんは、彼とまた再会できること、チームガリレオでまた撮影ができることを楽しみにしていますと期待し、北村さんは、今までの集大成となるような今作には懐かしいレギュラー陣に加え豪華キャストが揃いますということですね。湯川と草薙の友情があってこその今回の物語、全力で取り組みたいと思いますと、お二人もね、福山さんと一緒に汗でね、意気込みを語ってくれております。沈黙のパレードね、こちらのおなじみのね、東野圭吾さんの原作のストーリーですけれども、アメリカ帰りの物理学者湯川学のもとに、柴咲はね、いつもの、初代のね、ガリレオのように相談に乗ってきたと。おなじみのシーン、突然ね、行方不明になった町の人気娘が、数年後に遺体となって発見され、容疑者は湯川と大学時代の同期で、うちの先輩刑事草薙俊平がかつて担当した少女殺害事件で無罪となった男だったということですね。だが今回も証拠不十分で釈放されてしまうと。その男が昔の住んでいた町に戻り、堂々と遺族たちの前に現れ、彼を挑発したことで町全体を憎悪の空気が覆う。そして秋祭りのパレード当日、その男が死んだ。男を殺害する動機のある者には全員やりたいがあり、死因も不明ということでね、こういったミステリーになってるんですけどね、科学とかとね、どう解決がつながってるのかっていうね、湯川教授となったね、湯川学が、どういうふうにこの事件を解決していくのかというところをね、ぜひね、スクリーン、あるいは原作でね、確認をいただければと思います。